基本高いところには何もないよな。常識的に考えて。まだ補充されてないのか。お、供え物が増えてる。熊のぬいぐるみ。急に空を見上げちゃって嫌な。空が鳴ってると思ってよ。言われてみればそうだね。でも雨が降りそうな天気じゃないよ。だよな。そういえば金時町って落雷多いんだっけ。金時杉の雷よけの5カゴが消えちゃったから、気をつけた方がいいかもって。気をつける手段もないけど。落雷。あれ、お供え物が増えているね。昨日はぬいぐるみはなかったよね。こんなところに置いておいたら首を首太郎に持ってかれそうだな。そうだね、首太郎に見つからないといいね。ぬいぐるみに構ってないで先に行くぞ。さすがに拾うわけにはいかないよな。天上天下唯我独尊。なんか転がってるな。おお、ひっくり返ってる。パトカーだね。見りゃわかる。なんでひっくり返ってんだ。暴走族が暴れたって話だし、そいつらがやったんだろうね。茶目っ気でさ、とんだ茶目っ気もあったもんだな。壁にもいろいろ書いてるね。おまわりさんが追いかけるのも無理ないよね、これじゃ。あれ、鳴ってないん。ああ、俺のか。はい、もしもし。チーズ、お疲れさんす。のくんすか。チーズ、お疲れさんす。丸橋、意外な相手からの電話だった。なんで俺にかけてくるんだよ。いや、その坊ちゃんにかけにくい事情がありやして。それより現状報告っす。頼まれた集会の方はもうお開きにしちまいました。いやー、久しぶりにかっ飛ばして現役時代を思い出しやしたよ。このパトカーお前らの仕業か。そうっす、そうっす。マジウケるっしょ。ってもうそこまで来てるんですか。実はね、自分も金時町にいるんすよ。坊ちゃんには内緒っすけど。俺にかけてきたのはそういうわけか。ま、そうっす。のくんから坊ちゃんに取りなしてもらえやせんか。考えておこう。で、今はどこにいる。へい、金時島のすぐ近くっすよ。のくんたちも金時島に向かってるんでしょ。坊ちゃんに聞いた話だと例の井戸開けたんすよね。いやー、早く見てみたいっすよ。ガキん頃から気になってたっすから。おい、気をつけろよ。昨日そこでヤバい目に遭ってんだ。大丈夫っすよ、分かってますって。のんびりまんじゅうでも食いながら待たせてもらいやすよ。ではまた。丸橋が金時島で待ってるそうだ。すごいね、あんなところに一人で行くなんて。とはいえ、昨日は首太郎が出た場所だ。合流するなら急ぐべきだろう。あんまり待たせたくはないな。さっさと行こう。巨体 VS 巨体でいい勝負になるんじゃないか。よろしく。もう死後やな。
相当暴れたなこれ。何にもないか。取り逃しがあると困るんだよな。金時島の周辺は普段の様子と変わりなく静まり返っていた。あれ？ここで待ってるって言ってなかった？ああ、そのはずだが。いない。しかし見渡した限りではどこにもマルハシの姿はない。探してみるか。いや、この中しか考えられないんだが、まさかな。マルちゃんここで脱落か。井戸の向こう側に金時饅頭の紙袋が落ちていた。昨日はこんなものはなかったが、そういや丸橋のやつ饅頭を食いながら待つとか言ってたな。あいつが捨てたのか。それがここにあるってことは、まさか丸ちゃん勝手に井戸を開けたんじゃ。かもしれない。丸橋には気をつけろと言っておいたが、あいつのことだ。退屈を持て余して開けてしまったのかもしれない。開けてみる？ああ、中を確認する必要がある。昨日の出来事が頭をよぎる。この井戸が首太郎にとって大事な場所なのは間違いないだろう。蓋を開ければ何が起きるかわからない。待って、セーブさせて。コンクリート製の蓋を横へとずらす。中を覗き込むと、入ってはないようだな。井戸の様子は昨晩と変わらなかった。犬のポーチが増えてますね。首太郎が弟を元気にするために集めた首が並んでいた。いや、一つだけ首が増えている。あの時に渡した犬のポーチだな。首太郎のやつちゃんと回収したのか。残念、まるちゃんは隠れてないか。それでどうするの？そうだな、昨日は首太郎が来たせいで井戸を調べてる時間がなかった。念のためちゃんと見ておくべきだろう。絶対生首だったあれ。え、マジ？浦島池の死体の時といい、野くんってすごいね。こっちは命がかかってんだ。生き残るためなら何だってやるさ。ウサギのバッグを開いてみると、こいつは熊のぬいぐるみの下半身か。首がゴロゴロ転がっていた井戸の中でこいつだけは逆に首がない。探しているってことか。井戸の調査はこのくらいかな。それよりマルちゃんはどこ行ったんだろう。さあ、近くにはいると思うが。どうするの？マルハシの番号にかけ直してみる。この辺にいるなら携帯の音でわかるかもしれない。そっか、大声で呼ぶわけにはいかないもんね。マルハシの番号を選び発信する。近い。あ、鳴ってる鳴ってる。どこからだ？この方向だったら鉄塔の反対側じゃないかな。あっちか。うっ、セーブしてないのに。プチたちの絶叫が脳裏に突き刺さった。おとぎ草子はめでたしめでたし。いけない、覗いては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 いけ、いけ、
井戸の中を覗いてしまった覗いてしまった覗いてしまったの。ん？どうかした？いや、なんでもない。正直に話して心配させても仕方がない。やばいぞ、こいつは。急がないと。やった、セーブできる。反対側か。また何か落ちてるかもしれない。ないな。行くぞ。とか言って調べる。裏側へ回り込む。太鼓腹を抱えるようにして休憩している見慣れた男のシルエットがあった。これは、これは公式サイトで見たことある一枚絵ですが、血が垂れているように見えますが、それは。うわ、びっくりした。なんでこんなところで座り込んでるの。やだよー。丸八はピクリとも動かない。まるで寝入ってるかのようだ。おい丸八、何やってんだ。いい加減そのふざけたお面を脱げよ。マスクに触れるとそれはあっけなく地面に落ちた。まるで中には空気しか入っていないような、そんな軽さだった。そして事実、丸ちゃん、マスクの中には何も入ってなかった。突き刺さるような痛みが心臓に走った。そこにあるはずの丸橋の頭部は完全に消え失せ、その代わり切断面にはプラスチック製の玩具が所狭しと突っ込まれていた。目に映るものを何とか解釈すると逃れるように地面へと倒れ込んだ。首太郎や、首太郎が丸ちゃんを。血の味のする液体が口の端から溢れた。いつの間にか食いしばった奥歯が頬の肉を噛みつぶしていた。嘘でしょ、こんなの嘘だって。呆然とした葉月の声に現実へと引き戻される。いや、関係者死ぬんか。あの電話があった時、丸橋は生きていた。つまり丸橋が死んだのはほんの少し前のはずだとすれば。夜風に乗ってあのわらべ歌が流れてきた。やつだ、首太郎が来る。井戸をゴソゴソしてるのを見られたら何されるかわからないよ。丸ちゃんもきっとそれで。井戸の近くにいるのは危険だな。一旦近くに身を隠そう。ロッカーの中に。すぐ近くから首太郎の声がした。キョロキョロするな。奴はまだ井戸に気づいていないようだ。でもどうするの、このまま駅前まで逃げる。いや、あの井戸の有様を見たらきっと奴は怒って追ってくるはずだ。どっちにしてもタイムリミットも近い。腹をくくってどこかで対決するしかない。ならさ、どこで首太郎と戦うの。そうさね、俺たちにとって有利な場所、それはどこだ。昨日の金時と、それに自宅に現れた首太郎、これまで会ったことを思い出すんだ。自宅の方がいいのか。やつは何に驚き何を嫌っていたか、迎え撃つなら。踏切前、4丁目、踏切前、合ってるんだ。珍しく当たったぞ。踏切まで戻るぞ。
通りを静かに走り抜け、なんとか踏切前まで移動した。確か首太郎は光を嫌っていた。ここは車もよく通る。うまくすればなんとか。破壊ルートだと電車に引かれそうだな。遠くから首太郎の声が聞こえた。遠いな。やっぱり追ってきたな。しかし首太郎はこちらを見失っているのか、通りの奥で立ち止まったままだ。少しは時間が稼げそうだ。ねえねえ、この場所ちょっとおかしくない？付近の街灯がなぜか全て消えている。あのさ、懐中電灯は大丈夫なの？ち、どうなってる？え、っていうかこれ首太郎のせいなの？いよいよとなれば懐中電灯の光を奴に浴びせ逃げるつもりだったが、もはやそれは望めない。近くには車やバイクの姿もない。くそ、万事休すか。とその時、電車。踏切には遮断機がおり、警報器のあたりが煌々と点滅している。これはどういうことだ。遮断機の光は生きている。ということはここで、おい、どうにか首太郎を今すぐここへおびき出せないか。急に言われてもね。でも私の鍛え上げた女優ボイスで魂の絶叫をすれば、もしかしたら。この際何でもいい、それで頼む。分かった、じゃあ行くよ。葉月は限界まで空気を吸い込むと恐ろしい金切り声を上げた。どうだ。よし、気づいた。遠くに見えていた首太郎の姿が消えた。だがすぐ近くに現れるはずだ。姿を消している間に闇を移動してまた現れる。これまでもそうだった。来た、やはり近づいている。敬語使うべきじゃん。返せだと？何を返したところで、どうせ今更。それにどこまで逃げようと奴は俺を追ってくるはずだ。首太郎にとって弟とは何だったか、そして何度も金時様に願ったこととは。大切な弟のためなら奴はきっと何も恐れない。だからこそ今この場所でなら終わらせられるかもしれない。集中しろ、考えるんや。どう見ても熊の人形なんですけど。シーン1、これでしょう。お供え物とぬいぐるみが置かれている。まさかカッターで首だけ切って、それを首を合わせて。もうセーブはできないか。こいつを見てみろ。脅しや。クマさんのぬいぐるみだよね。カッターなんかでどうするの。首太郎が大事にしてる弟は多分首のないぬいぐるみだ。その首のないぬいぐるみは元は何のぬいぐるみだった。分かった、そうか。この熊の首を使って首太郎の願いを叶えるんだ。熊の首にカッターを突き立て、一気に頭を切り離す。任せて、ちっちゃい頃から音楽と工作が得意だから。葉月は器用にガムテープを使い、ぬいぐるみの首にクマの頭を取り付ける。さあできたわよ、これで完璧。 すげえ手際だな。修復して完成したぬいぐるみは元からその姿だったかのような出来だ。よし、上出来だ。修理したぬいぐるみを手に入れた。時間かけた分の代償は大きかったね。
葉月が驚きに歪んだ顔を浮かべて指さす方を見れば、そんなに近くない。さあどうする。失敗は許されない。だがここで終わらせるんだ。そのための準備はできている。恐れるな。自分の直感に従え。ラストシーン。首太郎は近くまで来ている。奴に何かをするなら今がチャンスかもしれない。修理したぬいぐるみ。首太郎が大切にしていた弟は修理したぬいぐるみのような姿だったに違いない。だったらこいつを奴に返してやれば。敬語使うべきじゃん。よし、今だ。ほんの一呼吸を整え、首太郎に向かって叫ぶ。首太郎、弟を返すぞ。修理したぬいぐるみを投げると、それは踏切を越えて首太郎の足元に落ちた。首太郎はぬいぐるみを拾い上げ、それをまじまじと見つめている。首太郎はそうつぶやき、穏やかな表情でこちらに微笑んだように見えた。そしてぬいぐるみを抱きしめ、笑いながら消えていった。あ、救済なんだ。戦闘ないんだ。へー、意外とあっさりとした簡単な感じの。ということで、まずは破壊から見たいんでね。